2回、ツーアウト1、2塁のチャンスから、1番の羽月が、阪神先発岩田のスライダーをうまく捉え、レフトにタイムリーを放つと、羽月は、4回にもレフトオーバーのタイムリーを放ち、この日2打点をマーク。さらに、6回にもヒットを重ね、3安打猛打賞の活躍を見せた。7月初め、2割前半だった打率は、現在3割にまで上昇。直近5試合の打率は、驚異の6割1分5厘をマークしている。現在、内野には、小園をはじめ、中上、さらに、ルーキーの韮澤などライバルが多く、羽月は、自分には実力がないので、練習をするしかないと危機感をあらわにする。以前試合で鼻を骨折した試合後、監督から、鼻ならプレーできるなと言われて、羽月は迷うことなくはいと即答した。羽月の最大の武器は足でも守備でもない。人一倍の気持ちの強さにある。一方、投げる方に目を向けると、ここまで失点ゼロと好投を続けるメナが、今季2度目となる先発のマウンドに登った。メナは、5回を投げ、3安打無失点の好投を披露。151キロの力強いストレートを武器に、奪ったフライアウトは9つを数えた。今日の投球を足がかりに、まずは支配下契約を勝ち取りたい。試合は8回から登板した宇が3連打を浴び、2点を失うも、守護神の田中が9回を無失点で締め、4対2で阪神を下した。これでチームは5連勝、順位も3位に浮上した。田中はこれで3試合連続のセーブ。ストレートが良くなったことに伴い、変化球の効果も上がったと好調の要因を語った。昨年から続けてきた筋力強化の取り組みが実を結んだ。本日の動画が良ければ評価を、チャンネル登録がまだお済みでない方は、登録をよろしくお願いいたします。